今回はお腹をすっきりさせるための腸のマッサージです。全部で手順は3つでとても簡単なのでぜひやってみてください。マッサージをするときは必ずオイルやクリームを使って行ってください。ステップ1、ここの腹直筋、ここを両手の親指の腹でグッと押しながら下に押し流します。拳を作ったら時計回りに腸の走っている方向に合わせて便を大移動させるようなイメージで、ステップ3は下腹部の左から右に向かって、便を大移動させるようにぐっと右に向かって押し流します。マッサージをしてすっきりさせてあげてください。ではまた次回。